ございます。磯 B チャンネルの月田須です。今日はですね、マイボールの選び方、購入、マイボール新しく購入するときとかに、何を基準にして選ぶのがいいか。結構ボール詳しい方だったら、自分で考えて自分で決めてっていうふうにもできるんですけど、あんまりボール詳しくない方なんかだと、どのボールがいい、どのボールが悪い、悪いって言い方ちょっと良くないですね。どのボールが良くて、どのボールがこういうリアクションをするとか、オイルに強い、オイルに弱いっていうのは、ちょっとカタログを見ただけじゃ分かりにくいんで、その辺のちょっとした選び方、ボールを購入する際とかの基準とか、こういうの見てもいいんじゃないかなっていうのを今日話していこうと思います。で、マイボールの選び方なんですけれど、一応最初の方、初級者用の選び方、マイボールも1個とか2個しか持ってない方、あとはまだマイボールを1個も持ってない方用の選び方っていうのをお話していこうかなと思います。で、マイボール1個持ってない方、ちょっとマイボール持ってボーリングやってみようかな、始めてみようかなっていう方なんかだと、もう選ぶボール、やっぱマイボールもやっぱ安い買い物ではないので、安いやつだったら1個ほんと1万円とかぐらいであるんですけど、高いやつだったらやっぱ3万円ぐらいにはなってきますので、もう本当に自分の、なんていうんですかね、投げてみたいボール、最初だとやっぱ曲がるボールがいいかなっていうのもありますし、最初は初心者用の入門用のボールがいいっていう、選び方もいろいろあります。でも本当に困った時にどうしようかなっていう選び方は、もうぶっちゃけもう何でもいいんですよ、本当に基準は。なので、色とか色合いとか、あとはそのボールのメーカーさんもいろいろあるんですけど、そのロゴがかっこいいとかいろいろあります。名前がかっこいい、何でもいいです。もう何かでもうビビッとちょっとくるようなもの、もう決め手になるのはもうそういったところです。色合いとか名前とかロゴ、そのかっこいいとか、そういうところでいいと思います。で、そのボールを最初に投げてみて、それを基準にまたいろいろなボールを見て選んでっていうような感じにしていったらいいんじゃないかと思います。もうボールの種類も本当にたくさんありますので、近くのボーリング場の、スタッフさんとかにどんなボールがいいですかねとか聞いてみたりとか、ドリラーさんとか、プロボーラーの方がいらっしゃったらそちらの方に聞いてみてもいいかと思います。で、あと他に選ぶ基準っていうと、ボーリング始めたばっかりの人だとあれかもしれないですけど、最近はやっぱよく YouTube を見てボーリング始められた方とかもたくさんいらっしゃるので、その好きなボーラーさんが投げてるボールと同じボールとか、そういった選び方もありだと思います。例えば、磯 P チャンネルなんで磯崎プロの話をしてみましょうか。磯崎プロが好きでボーリング始めた人ってのは多分僕まだ出会ったことはないんですけど、磯崎プロの動画を見てこうボーリングを始めてみようと思ったっていう方だったら、やっぱり今ストーム系のボール、あとは今だったら ABS 系のボールを投げることが多いので ABS のボール、あとは結構磯崎プロは単色とか色がごちゃごちゃしてないボールを結構好んで投げられるんで、その辺の色のみのシンプルなボールとか、そういった選び方っていうのもありですよね。これも一つの選び方です。そうですね、磯崎プロに磯 P チャンネル見てボーリング始めましたって言うと、僕まだ会ったことないですね。磯崎プロのとこに言ってる方はいるかもしれないんですけど、そこは触れないでおきましょう。あとは曲がるボールが欲しいとか、曲がりの出にくいボールが欲しい、いろいろちょっと性能の方のお話になっていこうかと思うんですけど、例えばその最初にちょっと言っておきたいっていうのが、やっぱいいボール悪いボール、悪いボールってちょっと言い方悪いんですけど、その人に合うボール合わないボールっていうのは絶対にあります。で、合うボール合うからいいボール、合わないから悪いボールっていうわけではないです。悪いボールだって思ってるけど、他の人が投げてるのを見るとめちゃくちゃよく見えるとか、それはもう純粋に自分のタイプとか、あとは投げるラインとか、そういったところが合ってないっていうところになるので、なんでか誰々が投げてるからいいっていうわけではないっていうのは、ちょっと頭の中片隅にぐらいに入れとくといいかと思います。
で、まあ、ボーリングのボールのメーカーさんっていうと、ちょっとホワイトボードいきましょう。ボールのメーカーさんっていうのがこういった ABS さん、ハイスポーツ、グランゼイック、レジェンドサート、主に4種類で、この中からまたちょっと枝分かれしていくようにはなるんですけれども、まあ日本で一番よく選ばれているボールっていうのはやっぱハイスポーツさんの、まあ、ハイスポーツさんここからちょっとバレるんですけど、ストームとロトグリップ、ハイスポーツさんの中のストームとロトグリップの2種類に分かれて、特にこっちのストームメーカーさんっていうのはやっぱ日本で一番、まあ、人気なんじゃないかと。一応世界でも、まあ、ボールのシェア率ナンバーワンって言われてるのはこのストーム社って言っていいのか、うん、このストームのボールがやっぱ一番世界でも選ばれてるし、日本でも一番人気があります。ただですよ、まあそれぞれいろいろメーカーさんの特徴っていうのはざっくりとあるんですよ。まあ、僕の中では、まあ、ハイスポーツさんのボールっていうのはやっぱリアクション先のキレっていうのがすごく激しい、まあ、あとはもうピンアクションとかもちょっと派手見えますね。こうなんかリアクションがすごく強く見えるのがやっぱハイスポーツさんの特徴かと思います。あとは ABS さんのボールだと、まあ ABS プロアマトラック今ないけど、ナチュラルエネミーズとか、まあ、グローバルとか、まあ、いろいろあるんですけども、特徴として僕は ABS のボールっていうのは、まあ、扱いやすさが一番かなと。扱いやすさと、あとはそのボールのバリエーションっていうんですか、メーカーさんが多いっていうのと、やっぱ曲がるボール、オイルに強いボール、あとは走るボールとか、その辺のバリエーションがすっごい豊富です。なので僕、まあ、ラインナップ組む上ではいろいろ投げてみたらいいと思うんですけど、1個のメーカーで固定して投げてみたいっていう方だったら、僕はこの中では ABS が一番おすすめかなと思います。まあ、僕のラインナップはやっぱハイスポーツさんのボールやっぱ多いんですけど、でも最近ここ1年2年くらいやっぱりちょっと ABS さんのボールもラインナップの中には増えてきてますね。ただちょっと工場が変わって、ちょっと専門的な話になっちゃったんですけど、工場がちょっと変わったんですよね。ナノですとプロアマ以外、あ、プロアマ一回変わったのかな、また変わって、あ、どうだったっけ、忘れた。はい、 ABS さんの中の ABS のメーカーはもう国産なんですけど、他のメーカーさん、だトラックとか、あとはコロンビアとか、あの辺はちょっと工場が変わって、その辺ちょっと変わったボールもちょっとまあ投げてないんで何とも言えないんですけど、まあでも、ラインナップのバリエーションとしては、一番ABSさんが僕は広いかと思います。で、ハイスポーツさんさっき言った通り、まあリアクションが結構派手だっていう。あとは、ブランズウィックも、まあサンブリッジの中に、ブランズウィックとかラディカルとか、いろいろあるんですけど、サンブリッジさんの、ね、まあ、特徴っていうと、まあでも一時期、何年ぐらい前だろう、僕がボーリング始めた頃とかは、多分ブランズウィックさんのボールめちゃめちゃに、なんていう、人気があったって言い方は悪いですけど、まあ、本当にもう周りみんな投げてたんですよ。今結構やっぱハイスポーツさんのボールが一番シェア率高いかなとは思うんですけど、多分当時の、ハイスポーツストームぐらいサンブリッジのボール、ブランズウィックさんのボール、まあ、みんな投げてたんじゃないかなと思います。うん、で僕の個人的なあれですけど、いつだったっけな、10年までいかないな、7、8年ぐらい前からサンブリッジさんのボールの系統がちょっと変わってきたなっていうふうに思いました。ちょっとなんて言うんでしょう、ちょっとストーム寄りになったというか、リアクションは結構派手に出るようになったなと。ブランディングさんの特徴ってやっぱ ABS さんと似たような感じで、もう扱いやすさを重視したメーカーさんだったように思ったんですけど、それがちょっと攻撃的なラインを取れるようなボールが増えてきたなっていうふうに思います。で特にやっぱ最近
最近だと何があるかな。まあでも、なんだろう、何がある最近だと。もう一番新しいボールだとゼニスとか、もうオイルにすごく強いボールだけど、意外と切れるっていう話を聞くんですよ。結構オイルに強いボールで切れるボール割と珍しいように思うんですけど、特にゼニスとかソリッド素材で切れるって言いますからね。ソリッド素材だとやっぱり緩やかなリアクションが特徴的かなと。ちょっと僕の考えも古いかもしれないんですけどね。なんかサンブリッツさんも割とラインナップが安定してる。で、まあそうですね、ストームほど派手ではないという印象です。ストームよりも派手さは劣るけど、それが少し扱いやすくなるのがサンブリッジじゃないかと思います。やっぱストームさんのボール、まあ、ハイスポーツさんですよね。リアクションすごい派手なんですよ、やっぱり。で、やっぱリアクションの派手なボールっていうのが、まあやっぱりいいボールだと思われがちなんですけど、結構その、例えばプロチャレンジとか、あとはプロアマの大会とか、結構何ゲーム、4ゲームだとか、プロアマだと結構6ゲーム、8ゲームとか平気で投げる大会なんで、結構最初ずっと、まあ、ハイスポーツさんのこう走って奥でバーンって切れるようなボールでめっちゃ打ってた人が、なんか2ゲーム目、3ゲーム目あたりからいきなりなんか160連発とか、例えばレーンがちょっと変わってきて、先のリアクションでバーンってピン飛ばしてた人たちが、あ、ポケットに集まらなくなっちゃったとか、いうこともよく聞きます。言ってしまうボールの性能に遊ばれてる感じですよね。ちょっと言い方悪いあの、そうですね、イソピーチャンネルでイソザキプロ結構あの毒舌だっていう意見いっぱいいただくんですけど、こう動画では僕はまだ出してないんですけど、言い方悪いですよ、僕も結構口悪いんですよこれなんか、ま、やめときましょう。ちょいちょい出ちゃうかもしれないですけど、これからなんかバチって切れるリアクションが派手なボールがいいボールじゃないっていうのだけはちょっと忘れなく。ここ結構勘違いされてるから多いんで、結構勘違いされてる方、ここはちょっと多いかと思います。やっぱ世界シェア率ナンバーワンのストームのボールがリアクションが派手っていうので、やっぱリアクションが派手な分で、まあ、人気があるって思われがちですけど、例えばアメリカとか、まあ、PBA の選手とかで先のリアクション、バチンって派手なボール投げてる選手ほとんどいません。僕ほとんど見たことないです。今人気なのはやっぱり緩やかなボール。ボール目出すと、まあ、やっぱアイドルとか、まあ、カバーは強いけど緩やかなボールとか、アイドルめっちゃ投げてみたいんですけどね。だから派手なボールがいいっていうわけではないのだけ覚えておいてください。で、ちょっと話と、遅れちゃったんですけど、レジェンドスターさん、あとまあハンマーとかエボナイトのボール、ただ、まあ、この中だと一番投げてる人が少ないのがレジェンドスターさんじゃないかと思います。ハイスポーツさん、ABS とサンブリッツさんって結構やっぱそのニューボールバンバン出したりとか、あとはそのまあ広告とか宣伝ですよね。その辺もすごく力を入れてるんですけど、レジェンドスターだっすね。で、レジェンドスターさんってあんまりそのなんか広告とか宣伝とかしてるイメージがあんまないんですよ。で、ただじゃああんま人気ないんじゃん、ダメなんじゃんって思われがちなんですけど、実は世界のシェアナンバーワンはストームなんですけど、第2位はレジェンドスターのハンマーなんですよ。ストームの次にアメリカの選手はハンマーを使っている人が多いです。まあやっぱり有名どころで言うとビル・オニールですかね。ハンマーといえば今ビル・オニールっていうイメージがあります。で、結構なんていうんですかね、上級者になればなるほど僕はハンマーのボール使ってる人多いと思います。特に最近だと、まあ、ウレタンボール結構主流になりつつありますね今だと。まあ、ちょっとウレタンボール曲がんないボールだ
って言ってオイルのないコンディションで投げられる方もちょっと多いんですけど、僕は断然ウレタンボールってオイルが多いコンディションで投げるボールだと思ってます。まあその話はまたいつでもいいか、また今度にでも取ります。でハンマーのボールってリアクションが派手っていうのかな、ストームみたいな派手さはないんですよ。でもすっごいねじれるんですよね。結構コアが強いボールが多いイメージです、僕は。だすっごいねじれるけどリアクションがすんごい見やすいっていうイメージです。ちょっと初級者の人、中級者の方にはちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ボールのコアがねじれるとやっぱりボールが当たり負けないんですよ。ピンに当たり負けないし、ピンが横に飛んでいくんで絡まりやすいんですよ。めちゃめちゃストライク増えるんですよ。し、まあ、あとはスプリットが、まあ、シングルピン残りになったりとか、もういいことだらけなんですよ、球ねじれると。で、レジェンドスターさんやっぱり2、ハンマーとエボナイト、まあ、ハンマーがやっぱり強いですかね。ハンマー、まあ僕、確かに慣れてる人がちょっと少ないんですよ、ハンマーのボールとか。YouTube をされてるボーラーさんだと、何県だったっけな、神奈川県？神奈川だったっけ？なんか戸部誠プロ、両手投げの、まあ、比較的最近のプロの方いらっしゃるんですよ。結構イケメンだって有名なんですけど、戸部プロの、契約メーカーさん、レジェンドスターのボールなんで、まあ、戸部プロのチャンネルか、前確かあのライブ配信なんかでもちょっとだけお話したのと、あと僕個人的にも結構勉強になるんで見てるんですけど、神奈川県の川崎グランドボールさんで働いてる土方くんのひじ TV、 土方くんもレジェンドスターのボールばっかり投げるんで、レジェンドスターさんのボールちょっとあまりにも情報がない、ちょっとわからなさすぎるっていう方は、まあそのトベプロのチャンネルか土方くんのチャンネルを見ていただければと思います。結構あの SOB チャンネルSOB チャンネル基本的にあのいいと思ったものを全然押していくスタイルなんで、他の YouTube のチャンネルさんとか、まあ、上手なプロとか個人的に好きな人とかの話はもう全然していきますし、そっちの方もぜひ見てくださいっていう風には押していきます。なので、まあ、ちょっと話が戻ります。で、なんかメーカーで選びたい方なんかだと、なんか扱いやすさとピンアクションとかのバランスがいいのは ABS とサンブリッジで、まあ、とにかくやっぱ派手、まあ、先のキレがバチンって派手だったりとか、曲がりとかピンアクションがめちゃめちゃ派手なのはやっぱハイスポーツで、まあ、扱いやすさで言うと、僕もちょっとレジェンドスターさんのボール、エボナイトとかハンマーって何年も本当に投げてないんですよ。ちょっと何とも言え、最近のは特に何とも言えないんですけど、扱いやすさとか、あとはその全体的なバランスで見ると僕はレジェンドスターさんもおすすめです。だから扱いやすさで言うと ABS サンブリッジ、派手さで言うとハイスポーツで、そのいいとこ取り、いいとこ取りってやつちょっとレジェンドスターが一番よく聞こえるな。まあでもレジェンドスターさんバラエティとんでも扱いやすい、難しいな。ここちょっとあまりにも僕も情報がないんで、レジェンドスターさんの納得なので、でも扱いやすいし、すいません、ちょっとレジェンドスターさんのボールは僕もちょっと本当に情報があまりなくて、まあでもレジェンドスターっていうと、やっぱり日本ではやっぱり坂本佳代プロですよね。坂本佳代プロといえばやっぱレジェンドスター。まあ坂本プロの投球とか投げてるボール見ながらちょっと選んでいただけたら、ごめんなさい情報がないです。ただ昔なんか10年ぐらい前ですかねとかは、レジェンドスター特にエボナイトのボールとかはすんごいみんな投げてました。僕の記憶にある話だと、TKD ボールの、YouTube チャンネルの高田博樹プロも前までサンブリッジのボール投げてたし、今ちょっと ABS のボールばっかりですけど、
僕高田プロってレジェンドスターのイメージなんですよ。高校生の頃、高田プロが高校生の時ってエボナイトのボールばっかり投げてました。もうその頃知ってる人だったら分かると思うんですけど、レジェンドスターにも良さはたくさんあります。僕も投げてみたいボールはいっぱいあります。最近だとブラックウィドウ 2.0 とか、あとエアロとかもちょっと投げてみたいですね、という感じになってます。まあボールの選び方っていうのはこんな感じでいいかなと。こんな感じですかね、ざっくりですけどね。もうちょっとメーカーごとでもっと細かく分けると、ボールのメーカーさんで言うと話したいことはいっぱいあるんですけど、まあ簡単にお話しすると、まあ大体こんな感じです。この動画見て、ちょっと、まあ、ボール、ちょっとこういうの気になるんですっていうのがあれば、まあコメントですとか、あとはもう、まあツイッターなんかもやってるので、そちらで、まあ DM とか何か連絡していただければ、僕の分かる範囲ではお答えしていこうかなと思いますので、またよろしくお願いします。あ、で、あと、みそぴチャンネルのチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは。